皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみの大西まゆみちゃんです。今日はですね、重要ですよ。あなた秋花粉大丈夫というね、お話をさせていただきたいと思います。もう今や4人に1人が花粉症という時代です。なのでね、花粉にかかっている方、何かいい方法はないかなというふうにね、お探しだと思うので、今日の方法は一押しです。ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。そしてオフィスまゆみでは、今のホットなね、情報を毎日動画で配信しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。改めまして、オフィスまゆみの大西まゆみです。こんにちは。今日はですね、秋花粉あなた大丈夫というふうにいうふうなことでお話をさせていただきたいと思います。今年ね、ものすごく暑かったんですよね。なので草木の成長がすごいんです。はい、皆さんもよくわかると思うんですけれども、それでね、花粉症になる方が増えているらしいんですよね。今までは発症しなかったのに、秋花粉ちょっとね、大変ですっていうようなことを私、ご近所さんの方とかママ友からよく聞くんですけれども、本当にね、秋花粉って言えば豚草とかね、ヨモギなどのキク科の花粉とか、イネ科の花粉、そしてカナムグラとかイラクサなどの花粉が秋花粉を花粉を引き起こすと言われてます。なので草原とか河川敷に行くと、鼻がムズムズしてきたとか、目が痒くなってきたっていう風に思われる方多くいらっしゃるんじゃないですか。もう天気がいいのでね、秋ちょっと散歩に出かけようなんかってね、思ってくださってる方も多いと思うんですけれども、注意が必要です。はい、でも今回ね、私、いつも秋になると花粉症なんですけれども、いつも毎年毎年ね、病院に行って大変なんですけれども、今年は大丈夫でしたっていうね、お声をたくさん聞いたので、そういう方が何をしてたかっていうことをね、今日お伝えさせていただきたいと思います。はい、それはですね、水素を取り入れてくださったってことなんですね。この時期、本当に花粉症で悩んでたんですね。目のかゆみ、鼻水、咳、などの症状があり、悩まされていて、毎年病院に行ってたんですけれども、今年は水素を取り入れてたので、まだ病院に行かず、花粉症の症状も出ていませんっていうことで、快適な秋を楽しんでおりますっていうようなね、体験談をいただきました。ぜひね、水素を取り入れるっていうことをちょっとしてみていただけたらなと思います。で、この方いつもよりも秋この時期ちょっとね、症状が秋花粉の症状がよく出るので、いつもよりも多めに取り入れていた。すると秋花粉の症状が治まって、病院にはまだ行かず秋を楽しんでおりますっていうことなんですね。なのでね、皆さん秋花粉の予防としてよく言われているのが、草原とか河川敷には近づかない、そして行く場合はマスクをする、そして睡眠、栄養、リラックスをして免疫力をアップするっていうようなことをね、言われてるんですけれども、なかなかね、しててもできないよねっていう方も多いと思います。なので、水素を取り入れてみるっていうことをね、ぜひやってみてほしいなと思います。今や4人に1人は秋花粉、花粉症と言われている時代です。なのでね、咳が出て大変です、でも熱はないんですっていう方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はですね、もしかしたら秋花粉かもしれません。なのでぜひ一度ね、病院に受診して、花粉症ですっていうふうにね、言われた場合はぜひこちらをね、水素を取り入れてみるっていうことをしていただけたらなと思います。そしてね、そんなね、強い体を作るという意味でも、これから、花粉症どころではないです。
インフルエンザが流行ってきたり、コロナが流行ってきたりとかすると思うんですよね。そういう場合にもやっぱりね、水素を取り入れていただいていると、そういう、病原菌に強い体をね作っていける、免疫力をアップさせるっていうのにね役立つ水素です。なのでぜひ皆さんも取り入れてみてください。そしてね、私もちょっと気になるので取り入れてみようかなというふうに思ってくださった場合はですね、下の概要欄のお店さん、またはオフィスマイビの方まで、お問い合わせください。ということで、今日はですね、秋花粉に負けない強い体を作るということでね、今日はいい方法をお伝えさせていただきました。ぜひ皆さんもね、一度お試ししていただけたらと思います。はい、ということで今日は最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でも お会いしましょう。そしてね、オフィスマイミではですね、毎日本当にいい体験談を皆さんにお伝えしていますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで次の動画でも皆さんのいい情報をお伝えさせていただきますので、ぜひ、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。なんとかなる、なんとかなる、そして